こんにちは。この動画では、送迎バスの予約方法について解説していきます。それでは、アプリを起動し、機能、バス予約をタップしてください。ログイン画面が開きます。こちらの新規登録はもうお済みですか？まだの方は、まず新規登録からお願いします。概要欄のリンクから、新規登録の解説動画をご覧ください。では予約を取っていきましょう。教習生番号とパスワードを入力してログインします。5番のバス予約をタップします。利用したい日をタップします。丸または三角になっているところが予約可能な時間です。三角はその時間に受講できる教習があることを表しています。送迎バスは各時間1本の運行なので、教習予定の1時間前を選んでください。タップすると、バス停を選ぶ画面になります。受付の際に登録したバス停から選ぶことができます。下のお知らせメールはなしで大丈夫です。バス停を選んだら、次へをタップします。日時とバス停を確認し、間違いがなければ予約をタップしてください。予約を取った時間がバス停の名前に変わります。これで予約が取れました。予約を確認したい場合は2番の予約確認をタップしてください。現在、お持ちの予約が確認できます。送迎バスは利用される全営業日の16時までに予約が必要です。火曜日の定休日など利用日の前日が休校の場合は早めにご予約お願いします。お迎えの時間については、前日の夕方にお知らせメールが届きます。同じバス停でも、利用日によって、バスの到着時間が変わりますので、必ず確認してください。予約確認のメールに記載している8分は、教習所を出発する時間です。お迎え到着の時間ではないので、ご注意ください。以上です。次の動画では、送迎バスのキャンセルの方法について解説していますので、そちらもご確認をお願いします。